そうす。昨日はトークイベントをやりました。最後の方はそんな覚えてないんですが、問題発言は、なかったという、報告を受けまして、単純に同じ話、宅急便。なんだろうこれ。服あれか。早っ。服着た。大きいセーター。俺夏服しか持ってなくて、長袖がなくて、基本もうずっとパーカーで過ごすっていう大変な人生。まあいいか。これをセーターを買いました。春はねセーターで、セーター1枚で過ごした方がいいでしょう。このおじいちゃんみたいなセーター。何これ、何これ。ええやん、マジおじいちゃんみたい。昨日はちょっと暑いな。まあ、昨日は、トークイベントやりまして、4時間も話しました。ぜひ、見てください。高橋さんがどんなに問題発言を誘導しようとしても、巧みに避けながら、話してましたが、あれはなんか避けてたというよりも高橋さんの人間性がああいう軽薄なことを言わない人間性なんだろうなと、真面目な人なんだろうなというのが分かりました。あと散々昨日の僕みたいな立場を逆にやって問題発言引き出そうとしたり、うかつなこと言わせたりする側なので、防御にも長けてたなという気がします。で一方ですごい本質的な、話、サラリーマンでいるべきかとか、クリエイターはフリーの方が面白いのかとか、今後のビジネス系メディアはとか、あとまあ成田さんとかひろゆきさんの話もできたので、ぜひ興味ある人は見てください。今日はですね、反省というか、昨日のトークイベントもめちゃめちゃ人が入って、配信もめっちゃ売れて、多分すごい、高橋さんのギャラ3万円、後藤さんのギャラゼロですけど、多分相当儲かると。で YouTube もここ数日、すごい回っちゃって、昨日の動画とかもひろゆき成田問題とかってタイトルにしたんで4万再生とかいっちゃって、結局僕が人集まんないトークイベントやりたいとか、誰も見てないYouTube やりたいとか言って細々とやってるにもかかわらず、結局2ヶ月ぐらいでもう、数字を、出した、まあ、大した数字じゃないけど、まあ収益化して数字も上げちゃってるっていう僕の悪いところが非常に出てるなと。なのでできるだけ見られないように、見られないようにっつうのもまた違うんだけど、あんまりこう注目をされないようにち
注目をされないようにというか、まあ自分が本当に独り言みたいなものをやりたいので、そっちにもう一回、戻ろうかなというのを意識してます。できるだけ、要は意味のないこと、何も得るものがなかった、あれ見るだけ時間もったいないよと、言われるようなことをやっていきたいなと思います。昨日そのトークイベント終わってラーメン食べに行っちゃうんですよ。いつも新宿ラーメン多いんで、新宿ロフトプラスワンで終わった後で、高橋さんと後藤さん定員1行ったらしいんですけど、僕はラーメン食べたくないから、太るんで、ラーメン屋さんなのに太るんで、あのしゃぶしゃぶ食べに行ったんですよ。ありえます？トークイベントの後に軽くしゃぶしゃぶ行くって発想。でもしゃぶしゃぶって太んないじゃないですか。だからしゃぶしゃぶ行ったんですよ。逆に新村っていう有名なしゃぶしゃぶ、逆にしゃぶしゃぶ行くっていうね。でしたらやっぱり締め炭水化物がいいんだろうねよって、あのお酒飲んでる時って。結局帰りセブンイレブンでなんかカレー買って、カレー食べてめちゃめちゃお腹いっぱい。しゃぶしゃぶからのカレーってあった？未だかつて人類が経験したことない。まあしゃぶしゃぶからのカレーはまあ人類経験したことあると思うけど、あのトークイベントからのしゃぶしゃぶからのカレーは多分史上初じゃないって思ってるよね。じゃあどうすればよかったんだという話で、これはね、トークイベントの前にしっかり夜ご飯食べればよかった。6時とかに結局溜めちゃうんだよね、欲望を。発散したら気持ちいいから。で食べたくない食べたくない太りたくないとかって言ってるくせに、結局しゃぶしゃぶ行って、ラーメンよりはマシかとか言ってしゃぶしゃぶ食べて、でカレー食べるの分かってんだよ結局。だから早め早めの欲望発散、溜まりきる前に、抜いておくということが、非常に大事なんじゃないかなと、思ってます。昨日の4時間13分の、高橋さん後藤さんで、最後、サンジャポのプロデューサーの久我さんも加わってもらって、いろんな、テレビ業界、談義ができたんで、めちゃめちゃ長いんで暇つぶしになると思うし、ラジオ的にも、聞いて面白いと思うんで、ぜひ、アーカイブ買ってください。概要欄に貼っておきます。いやこれで100万円稼いで、沖縄行きたい。アーカイブ買ってください。じゃあね。